を展開しております。最後のプレー、ソビエトのエレーナ・バタノワ18歳、そして男性はアレクセイ・サラビオフ18歳です。まず離れた位置から始まりました。これは岩井さん、アイスダンスの場合にはパートナー同士が離れているのは、5秒以内5回までですか。そうですね、ワルツで始まって、あとタンゴとサンバの曲を組み合わせます。バタノワ・サラビオフ。去年と一昨年 のジュニアの世界選手権で優勝した組だそうですね。はい、ワルツですとスピードが落ちるもんなんですけれども、はい、この組は非常にその流れの中でうまくワルツを滑っています。このあたりの動きにアクセントが非常によくついてますよね。そうですね、ソビエトのアイスダンスの組はこういう、はい、アクセントのつき方がうまいですね。68cmあります、女性のバタノワ選手。一方サラビオフは 1m79cm、 非常に均整が取れています。プログラムが構成されてるんですけれども、簡単に綺麗に見えてしまうから不思議ですね。非常にこう正確なステップ、はい、スピードもありますし、そうですね、リズム感もありますし、はい、見ておりました。非常にこう手の表現、腕の表現、はい、上手ですね。そうですね、表現が素晴らしいですね、しかも、ジュニアの世界選手権2年連続優勝ということで、まだ18歳という若さですから、これからますます楽しみですね。そうですね、このアイスダンスに関しますと、レイクプラシドオリンピックでもディニス・カルポノソフ組ですか、はい、そして、今回の大会ではベテランのモイセイはミネンコフ組も当初来日してくれるのではないかと言われておりましたが、そのモイセイはミネンコフ組に代わって若いバタノワ・サラビオフ、この2人をソビエトを送り出してきました。
代役をというよりも、まあ、見事にこう素晴らしい演技見せてくれましたね。そうですね、すごいですね。アレクセイ・ソロビエフ組の得点、テクニカルメリット 5.4、5.6、5.5、5.5、5.4、5.7。まず技術的な評価ですが、汗びっしょりのこのサラビオ選手、 5.4 から5.7、スケート歴が左側のバタノワ選手が14年目ということですから、まず5歳ぐらいから滑り出したということなんだと思います。一方のサラビオフ選手が今年で10年目ということで、こちらの方は9つぐらいの年からスケートを履いたようです。パフォーマーコーチですか。はい、アーティスティックインプレッション 5.5 から5.7 まで。アーティスティックインプレッション 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6。これで8組出場のすべての組が演技を終わりましたが、非常に微妙な得点争いですけれども、今の感じで言いますと、どうやらそのままリードを守りきって最後に演技を行いましたバタノワ・サラビオフ組がそのまま優勝を飾ったような、そういう得点に受け取れます。以上でアイスダンスフリー競技を終了いたします。That's finished.